私たち夫婦の寝室なのだぞ。別にいいだろう。お前は私の嫁なのだから。日本では自分が気に入った相手を俺の嫁とか自分の嫁と呼ぶのだろう。ほう、この差し伸べられた手はつまりこうしろということか。いかんな、嫁は体が鈍っている。これは寝技の訓練が必要だ。そういうわけだから、寝技の訓練をしたいのなら私が相手をしてやってもいいんだぞ。遠慮するな。さあ始めるぞ。いちか、起きてる？おはよういちか。急にごめん。どうしたシャルロット、夫婦の寝室に踏み込むなど無作法な。へえ。そう、誤解なのか。つまりどういうことなのかな。まあそんなことだろうと思ったけどね。ラウラ、ダメだよ。部屋からいなくなってて心配したんだから。他にないからね。ほらラウラ、とりあえず技を解いて服を着た方がいいよ。イチカは困ってる。私の嫁はテレアで困る。私たちか、入るぞ。朝の訓練はどうした？寝坊でもしたのか？
何をしている、このフラチモノが。何ですよ、朝から大声を出してはしたないですわ。あら、いちか起きてる、朝ごはん一緒に。って何、朝からこんなに集まって。え、あちゃ、なんだ、夫婦の営みを邪魔しようとは、揃いも揃って不作法者だな。夫婦営み、よし殺そう。あら、誤解？ではどういった理由でそのような姿なのか説明していただけますかしら。いつかここで女性のせいにするなど、貴様それでも男か。成敗してくれる。状況じゃ無理だよ。はあ、朝から何を騒いでいる。織村先生と呼べ、バカ者が。さて、オルコット、ファン。はい。本学園はIS の操縦者育成のために設立された教育機関だ。そのためどこの国にも属さず、故にあらゆる外的権力の影響を受けない。だが敷地内でも許可されていない IS 展開は禁止されている。そうだな。すみません。オリムラ、ボーデビヒ。何でしょう、教官。教官ではない、オリムラ先生だ。失礼しました、オリムラ先生。いつまでその格好でいるつもりだ。とっとと支度をして朝食に向かえ。はい。ああ、オリムラ、この状況の説明は後ほどじっくりと聞かせてもらおうとしよう。